全3年目断酒をすると背中に羽が生えます心も体も軽くなります金箔が吹いても剥げない国産仏壇お仏壇の販売が天職長田後期でございます2023年8月の20日日曜日今ちょうど5時36分外は曇りあだいぶ前よりも やっぱり暗くなえーまあありがたいことにですね実はですねまあたいあの完全断酒一滴も飲んでないえのからですねちょうど3年目になるんですよであのやっぱ私は思いますね体が軽くなりますあの背中に羽が生えます んかそう思いますか YouTube で実は見たんですけどね背中にお酒をやめると背中に羽が生えますってあ確かにその通りだなとやっぱあの体も心も軽くなるような気がするんですよねやっぱですからこれはもう皆様にお伝えせないかんなと思いましてですね はい、まあ、やっぱ何よりをですね。若返るような気がして、自分で言うともう頑張って最近ですね。社長若ですね。ってよう言われるとですね。やっぱ私もそれは前よりもなんか亡くなったことは気がしますやっぱですね。談笑するとですね。心も体も軽くなってですね。10歳ぐらい若返るような感じがします。最高のアンチエイジング皆様にですね。お勧めいたします。男子をすれば背中に羽が生えます。完全男子丸2年。 3年目に突入。実はですね、ここにも書いてありますけどえあの、えー、ちょうどですね、今から3年前に次男が帰省してきました。で、あの映画、映画で、あの当時ですね、えー、3年前、これ、白邪という中国のアニメがあったんですよね。で、それを見て、で、焼肉を食べて、 こたま酒を飲みました。ハイボールを。そしたら夜中にお腹が痛くなってですね。でも、あやっぱ酒はあかんばいって。やっぱそれでもお酒完全に、それからやめて、もうちょうど3年目、丸2年、丸、まあ、3年目になりますね。あの、大体ですね、平成の29年6月から男子開始しております。ただ、やっぱ飲んで、 やめめて、て飲んでややとかやっぱだんだん月最初のうちは月半分ぐらい飲んでましたねそれからだん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 でもあれ減っていくんですよ。やっぱ あのだん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 減っていきます。ですから、もう、男子を失敗したから言うてですね、あの、安心、あの、心配されなくてもいいんですよね。トライトライトライでしていってですね。ですから、まあ、そういう感じでだんだんやって、やっぱりもう、ずっと最近はもう飲んでおりません。で、これからも生涯男子、もう私の人生にはお酒は必要ないと思っております。やっぱ、飲むときはよかばって、後がきつかですもんな。そ <laughs> ういやは思わんですか。翌日も。 で私あの、まあ、前も言いましたけど、なぜお酒をやめたかって、一つはです、ね、やっぱこれ、YouTube の発信のためなんですよね、やっぱり朝、きついんですよ、朝4時起きでこれやってますからね、YouTube とか、ブログとか SN、SNS とか、きついんですよ、翌日の、もうそう飲んどっときは、ペタっとがんで、その分、う余計下がるんですよね、でお酒飲まれるとフラットですからね、もうこれがいいと思います、はい、であのこれですね、もう私はあの、生涯、男子、生涯、現役を没頭にですっ、ね、て。 もうお酒をやめて、でお仕事をですね8090100歳まで頑張ってまいりますので一つ皆様よろしくお願い申し上げます。皆様もうお酒をやめてみてください。背中に羽が生えます。はい、ここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運終わってお祈り申し上げます。